ちゃんと気がついたかな。変わったこと。あ、提供はい、まあそうですね。で、これが一つ抜けましたね。提供が、綺麗に、はい、一個ね、抜け落ちてましたよね。何がなくなったかっていうのはですね、先週と聞き比べてください。はい、ではリスナーから届いた普通を紹介していきまーす。はい。DGS ネーム、しのさんです。新潟の方です。小野さん、はい。有限会社プレゼンツ、チェリベアワードにて、ベスト滑り賞受賞おめでとうございます。ありがとうございます。見事杉田さんとの接戦の末の受賞でしたね。小野さん、これからも素敵な番組を作っていってくださいとのことです。いや本当にありがとうございます。はい、まあ、今回のタイトルにもなっていましたけれども、何、あれ急に滑ったかと思ったらこういうのもらったんだね。そうなんですよ、はい、寝耳に水とはこのことですよ。およく言えたね今ね。本当だ。普段出てきたらちょっとビビるのにね、ネミミニミニビってなっちゃうもんね。そう、うん、今そうなると思って言ってみたんですけど、うん、結果言えたね。滑りそうじゃないね。あれ、いやそんなことないっすそこ強く否定するとこじゃないっすね。俺つまんないっす。あ、なんで？あ、めっちゃつまんないっす。ベスト滑りストですか？ベスト滑りストです僕は。はあ、いや本当にね、はい、こんな素敵な賞を、こんな素敵な賞をね、はい、いただけてね、うん、本当にスタッフの皆さんと、はい、共演者の皆さんと、はい、あと母親の総合力のおかげでこの賞をいただけたと思っております。本当にありがとうございます、はあ、なんか名誉なことだったら感謝してます。名誉なことだったらいいんだよ、はあ、まあ小野くんにとってこれが名誉なことであるんっていう認識があって、はい、そういうこと言ってんだったらまあ半ばしょうがないけれども、はい、肌から見たらかなりな不名誉だと僕は思います、はい、ちょっと待ってください。それをみんなで取った賞だからさ、みんなのせいにするんじゃないよええじゃなくてベスト賞ですよ、ね、最もあなたは、はい、滑っているということです話が。でしょう、うん、何その顔、どんだけ名誉なことかと。お前のさ、どこを狙ったら10点なのそうね、今指でポーズ人中のとこじゃないの人中のうん、ここじゃないの。あそこ狙えよ。ゴム鉄砲で狙ったら10点か。殴れよ。正しいわ本当に。いやーありがたいですね。あそうです。僕ね誰と組んでもいけるんですよ。何が？誰と組んでもどんなにトークが上手な方と組んでもグダグダになるっていう特殊能力なんですよ。ちょっと待ってくれよ。俺勝てよ。パーソナリティー賞だぞ俺は。そうなんです。あでも俺には勝てないでしょ。ちょっと待ってください。そういうこと言うのやめてくださいよ。この俺の空気。もう昨年の声優アワードパーソナリティー賞ですよ私は。今年のベスト滑り賞ですよ。だからうわ何プラマイゼロみたいになってんじゃんよ。プラマイマイナスだよ。うわー言うてくれたわー。あんたマイナスって認識があるんじゃないのよ。すずさんと組んでも桜井さんと組んでもダメ。あの二人だって本当にラジオうまいんだよ。うん、普段から喋っても面白いんだから。面白いね。全然ダメ。本当にその顔をみんなに見せてやりたい。そう俺と組んだがばっかりに全部ダメ。これすごい特殊能力だと思うんですよ。まあね、絶対滑るっていう、 そう、それは僕はあえて否定しませんけども。だって杉田くんは杉田くんと競ってるって言ってましたけど、はい、杉田くんは面白いじゃないですか。杉田くん言うても一人で永遠喋れますからね。そうなんです。そこがすごいんです、うん、僕一人だとどうしようもないじゃないですか。なんだろうな、うん、なんだろう、無理くりいいこと言おうとするよね小野くんはね。そうなの、うん、その無理くりいいことしている時が一番滑る時なの。そうなんだよね。あとなんかすごいね、本当にね、不安になるぐらい間を作るよね。あー、ある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 。あるあるですよ。小野大輔あるあるだよ。小野大輔あるあるだよね。うん、多分ね、それはディレクターの二平さんが一番わかってるよ。その間をどんどんつまんでいかなきゃいけない。そうなんです。後でつまんでってくれるから。すごい。なんで俺くん今それ貯めてんの？その顔じゃわかんないからね、みたいな。そうそうそう。そこをつまんでくれるのがやっぱり、総合力。その総合力がなかったら本当にもっと、もう間違いなく杉田君と競ることなく1位だったわけだね。ダントツですね。本当に腹立たしいですね、もう無視します